立花の守る国画の福禄樹。福禄樹の石像。福禄樹は七福神の一つ。福禄神とも言われる。道教で強く祈給される三種の願い、すなわち幸福、宝禄、長寿の三徳を具現化したものである。僧の同士、天南星の化身や南極星の化身とされ、七福神の樹老人と同体異名の神とされることもある。用紙としては、 背が低く長頭で長い髭を生やし、杖に共感を結び、鶴を伴っている姿とされる。中国では、鶴、鹿、桃を伴うことによって、福、六、きを象徴する三体一組の心臓や、コウモリ、鶴、松によって福、六、きを具現化した人のの絵などが作られ広く用いられた。神言は、音まかカりそわか。 福六寿はもともと福星、六星、き星の三星をそれぞれ神格化した三体一組の神である。中国において秋代以降広く民間で信仰され、春節には福、六、きを描いたサムスン図を飾る風習がある。福星は木星とされ、多くは裕福な寒服を着た黒髪の姿で三者の中心に描かれる。星は、 6リットルが緑リットルと同音のため緑色の服装で豊かさを表す金銭や栄治を抱いた姿で描かれることが多い。ことぶき星は南極老人星とされ、要望は時期によって諸説あるが、近代以降はハげた、長大な頭に白ひげを蓄えた老人とされることが多く、また厳密にはもともとこのことぶき星が単独で、日本に伝わったのが樹老人である。 サムスンズは実に様々な形態で描かれるが、三者それぞれを人の姿ではなく、意味や恩人に関連性がある象徴物として描くものも多く、そのバリエーションは多岐にわたる。中には、寿星だけを老人の姿で描き、その左右に複製を皮彫りとして、六星を鹿として描いたものなどもあり、こういった伝来物が、 日本人には二物を伴った一人の神に見えたため、日本においては福禄寺を三人ではなく一人の神格とする認識が流布したと考えられる。ありがとうございます。